表情始めとは、中世日本の検問において、年始にその年最初の表情を行う際に行った、儀式のこと。幕府においては、年始及び将軍就任時に、初めて表情集を集めて開く、表情の際に行われていた。過六元年、鎌倉幕府に表情集が設置されて、以来、重要な政務は、表情によって決定されたが、13世紀後期に、 年始の行事の一環として、毎年1月中旬の1日に、執権、連書以下を招集して表情を始め行うようになった。武行人が折り紙に記した正月の神事などの議題3つを読み上げて、将軍の決裁を得た後に、参考を開いた。室町幕府にも表情集とともにこの儀式が継承された。毎年1月11日、官僚以下を招集して開催され、 まず、武行人より任命された勇筆がノリと述べ、官僚や表情衆が将軍に対して立ちを献上し、将軍側からも立ちを下手するなど、鎌倉期に比べて、形式的な要素が強くなった。さらに足利義満以後、将軍の震災が強まり、官僚や表情衆の発言力の強い表情よりも、自らの主導権が発揮できる、御前沙田に審議の場を移し、 形式的な表情をはじめを行った後に、改めて御前沙汰はじめを開いて、年始最初の政務とするようになり、応仁の乱以後は全く形外化した。陰性においても鎌倉幕府の影響を受けて、御佐賀上皇の陰性下である歓元4年より、陰表情が開催されたが、ここでも表情誌が開かれた。文英3年に、最古の表情誌の記録がある。また、 陰性開始後最初の表情詞は特に不殿はじめとも呼ばれ、両党鉄律によって陰性の継続が不安定な時代になると陰性開始を印象付ける行事としておもんじられた。南北朝時代にも継承されたが陰性の機能が室町幕府に吸収された14世紀末期には形外化した。寺院内部においても大衆が寺院内外の重要決定をする際に表情が召集され、 寺院の年始の行事の一環として表情詞が開かれていた。ありがとうございます。